分がもう最近そもそも乃木坂あんまり見てなかった。2ヶ月ぐらい前かな、だから YouTube ショートが流れてきて、乃木坂スター誕生とか見て、あ、可愛いと思って、急になんか加速してもう一回応援しようかなと思いました。結構ファンの息は短いですけど大丈夫ですか、うん、今日初めてのライブそんな関係ない、せっかく当たったんだな、楽しもう全力で。まずいつもサンガの動画ばっか上げてるんですけど、今回は違うんですか。最近サンガもう今オフシーズンやん、動画もちょっと上げられへんから、方向性は全然ちゃうけど、自分の好きなね趣味を上げていけたらなと思ったんで、ライブ当たったし、皆さん見ないとかやめてね。力今人いないんですけど、マスクをしますね。あの実は皆さん、俺ら金ないじゃないですか。金ないのに見てください、じゃん、勝ちましょう。1個1650円、2個で3300円ですかね。まあペイペイで払えたからさ。でも俺ら金ないで、俺なんか特に金ないで。講演開始まで1時間を切りました。じゃあそろそろ準備していきますわ。愛しのミクちゃん待ってて、今から中に入っていきます。バンバン、トータル良かったわ。徐々にやっぱボルテージ上がってたし、テンション上がったし、その後の乃木坂のライブ、これ初めてやってんけど、ライブマジで楽しかった。レッスンもらいすぎた。みんなこっち見てくれ、井上凪好きだったわ。2回くれた、こっちめっちゃ見とった、あいつさん俺のこと好きやで。おいよきゅしっかり見たがってんの。小川や川崎さくらで最後富里がして、えぐいな。見切れの割には思ったより良かった。みくちゃん全然来てくれへんだな、あんまり。可愛かったで、菅原さつきは可愛かった。岸田明さんやったな、よかった。お願いマッスルと筋肉マン、あれでもう一気に気持ちは高ぶったもん。元気やなあの人。若干あのお願いマッスルの愛の手のとこちょっと遅れてたけど、年を取っても重ねても歌い切る、ファンを沸かせる、あれってめっちゃ大事なことやなっていう。僕にとって五期生とは勢い、五期生若いっていうのもあるし、初めてっていうのもあるんやけど、緊張も不安もいっぱいあると思うけど、勢いでファンを楽しませよ。僕も今日楽しかったし、5期生も楽しかったと思う。でこの勢いのおかげで5期生また成長できるし、で僕も勉学校とか頑張ろうって思えるし、だから僕にとって5期生とは勢い、それが一番当てはまるかなって思います。